佐藤ひろ子のこの街行ってランキング。こんにちは、佐藤ひろ子です。今日は栃木県下野市の役場にご挨拶に行ってきました。栃木県では2022年にですね、いちご一会栃木国体というのが開催されるんですけれども、それの歌を私歌っているので、国体事務局があるスポーツ振興課に挨拶に行ってきました。そこでなんとこんなのもらっちゃいましたよ。ちょっと中身をね、せっかくなので開けてみたいなと思います。じゃあまずは超気になっていた黒のおしゃれ何菓子、じゃん、なんだろう、 T シャツ、あ、見て、わー、バッグだ。あ、しかも見て、ちょっとこれわかる、ただのおしゃれデザインかと思いきや、これかんぴょうですよね。夕顔の実はこうね、かつらむきにして天日で干すとかんぴょうになるんですね。栃木県の特産物、特産品ですけど、それがこんなおしゃれなデザインになって、バッグいただいちゃった、やったー、嬉しい。他にもさっきチラリズムしたとちまるくんのビーズ何菓子ですよ。これとちまるくんのキャラクターに、これはハンドボールね、そしてサッカー、これが栃木県の下野市で行われる国体競技になっていますので、それのビーズキーホルダーをゲットしました。わ、他にもある、これは缶バッジ、栃木国体缶バッジ、カンピくん、ゆるキャラのカンピくんが可愛いですね。それじゃあ今日のランキングは、じゃあ缶バッジをつける場所ランキング、缶バッジつける場所ランキング第3位、ドルルルルバッセン、よ、胸んとこここだよねそして缶バッジつける場所ランキング第2位、ドルルルバスン、やっぱりバッグでしょ、絶対バッグでしょ、これは結構おしゃれなんじゃない、もうつけたいもん、ここに。だけれども佐藤ひろ子が缶バッジをつけるならば、第1位はドルルルバス筆箱。いつでも契約できるんで、ハンコとか入れてるんですよ、私。大事なあの筆箱なんですけれど、布製でどこにでも持ち歩けるので、私はここにつけます。ということで、今回のこの街行ってランキングは、カンピくんの缶バッジつける場所ランキングでした。ちょっとでもいいなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。私佐藤ひろ子のチャンネル登録の方もお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。佐藤ひろ子でした。バイバーイ。